馬島は、瀬戸内海のほぼ中央、芸与諸島の島の一つ、愛媛県今治市に属する。灯台は南端に設置されている、渦尾灯台。来島大橋の南側に集落がある。馬島港停泊中の、来島丸四国と大島との間の来島海峡の、最も四国寄りに位置し、西から馬島、中都島、武志島、毛なし島と並んでいる。東岸が中水道。 西岸が西水道と呼ばれ、行き交う船舶は多く、周辺は球場で知られる。瀬戸内島並海道の沿線で、来島海峡大橋の第二大橋と第三大橋の間にあり、1999年の開通もあり、来島者が増えている。島の北端の来島巣の先灯台、南端に渦尾灯台がある。渦尾灯大手前には、 面積命を祀った馬島神社があり、毎年10月には霊体祭が営まれる。瀬戸内、島並海道が通過し、本島には、来島海峡、第2大橋と第3大橋の間に馬島インターチェンジが設置されているが、東海市は、島民用で、島民や緊急車両などの許可車を除いた一般の自動車での利用はできない。 ただし自転車や原付は付属のエレベーターで降りることが可能。またバスストップも設置されている。このほか、橋浜港からの定期航路がある。人口34人人家は主として西岸に集中している。今治市に属する。支所等は設置されていない。もともと大島の南西のムクナの村人が開拓した関係で、明治の初めまではムクナ村の一部であり。 町村制度発足時に、むくな村を含む六河村の合併で、愛媛県大地郡亀山村が発足し、その一部となった。八百九十九年に、亀山村から本島を含む地域が分立し、うずう村成立。うずうら村は百五十四年に、昭和の町村合併で、吉海町の一部となったが、本島は地理的な結びつきの関係から九百五十五年に、 落ち軍吉海町大和向くなから、境界変更で今治市に編入され、大技馬島となり、現在に至っている。ありがとうございます。